頑張ってるアピール。歌手の浜崎あゆみが26日、自身のインスタグラムを更新。投稿写真が話題となっている。浜崎といえば、先日、クマとほうれん草の絵文字を添え、リハーサル中の写真を公開。大きなピンクのクマのぬいぐるみを抱えたり、頭に乗せたりとお茶目な浜崎の姿が写る写真に対し、ネット上では、ぬいぐるみを頭の上にある写真ばかり、そんなあゆが、かわいい、などのコメントが寄せられているのだが、その一方で、あからさまな加工写真で、一瞬すい?って思う。これすい?まずそう思った、といった声が上がっていたばかり。そんな浜崎、今回は、最強のチーム力で AYU47 都道府県プレー YU25 サニバーソリーとハッシュタグを添え、ダンサーたちとのリハーサル写真を公開した。前髪をオールバックにし、後ろで一つに結んだヘアスタイルで、全身黒い練習着姿の浜崎が真剣な眼差しでリハーサルに挑んでいる様子が映っている。この投稿に対し、ネット上では、AYU も一座の方や関係者の方々も頑張っている、そのエンタメを見に行きたい、AYU ちゃんお疲れ様、などの声が寄せられているのだが、その一方で、リハで真剣な私、トラセンの好きだよねツアーの宣伝と毎度自分、頑張ってるアピール。普通見せない、毎度だけどリハを取るためのリハもやって、そうですよね。ここで、こういう顔するから、この角度で撮ってね。とか M、といった冷ややかな声が上がっている。今年7月から来春にかけて、自身初となる47都道府県ツアー、エイルミ浜崎25th Anniversary Live Tour の実施を予定している浜崎。連日、同じようなリハーサル中の写真ばかりがアップされる投稿に飽きている人も少なくないようだ。見てくれてありがとう。いいね。シェアとサブスクライバー。本当にありがとう。